このメニュー。今回のテーマは、ロード・エルメロイ2世の事件簿で出てくるエルメロイ教室について。フェイトシリーズは、実質2004年から始まったシリーズですが、実は、エルメロイ教室の設定が作られた時期は最近です。具体的に、2014年頃にアポクリファ、フェイク、事件簿と他のライターさんの展開が増えてから、エルメロイ教室の教え子たちに、設定だけでなく物語を踏まえた肉付けがされていった歴史があります。まず最初に遠坂凛がいて、凛が聖杯戦争終わったらロンドン行くってことになって、そこで凛とプロレス漫才してるルビアがいて、凛とルビアの面倒見てる魔術師として、ロードエルメロイ2世がいて、そのエルメロイ2世の若かりし頃として、ゼロでウロブチさんがウェイバーを書くことになって、一応その頃からエルメロイ2世の教え子たちがその気になれば時計塔の勢力図が変わる、という設定だけはあって、そのまま謎のまま放置された。だからリアルタイムで結構長い時間、エルメロイ教室って言ってもリントルビアを預かってるところっていう感じだったんですよ。ぶっちゃけ、ただ、子さんだけなら、ライネスがグレイのことを知らなくてもおかしくないんですよね。結局のところ、大切なことは知る意思ってことですね。そういう意味でも FGO にライネス参戦は、面白い手だったと思ってます。あとエルメロイ教室の共通点は、軒並み人としての良心を持った魔術師、として根性を叩き直されている。ライネスは、まさに、魔術師として歪みかけてたところをエルメロイ教室に救われた子ですからね。フェイクでフラットが椿ちゃん助けに行ったところとかもね。魔術師の使い魔扱いというのが、必ずしも非人道的とは言えないことも、ライネスは証明していますね。トリムマウめっちゃ大事にしてるからね、ライネス。イン、ウェイバー、フラット、カウレス、アヤカと、他作品でも、サーヴァントと深い信頼関係を結ぶ魔術師が多いですし。なんていうか、魔術師はサバと交流できないってヤクザ理論に違和感を覚えてた理由です。そのライネスだって芝居殿とわりかし共存できてるしね。アニメ化で、流れと認識が変わってくれたら嬉しいですね。スビンのサーンとは誰なのか空想するとちょっと楽しいゴリラでした。